はい、ウォンクというバンドでベースなどいろいろやっております井上と言います。ビログやってみたいと思います。最近流行りというかね、あの動画コンテンツね、すごい流行ってるので、ちょっとまああの時代に置いてかれないようにこう動画の勉強しようと思って、編集だったり撮影だったりも兼ねてね、こう練習がてらやっています。はい、本日お送りするのは、我々ウォンクが8月22日に、やりますアイズスペシャル 3DCG ライブというね、ライブのリハーサルがある日の一日のビログっていう感じですね。今まさにこう車で、マネージャーの車でスタジオに向かっている途中でございます。機材がいっぱいあるのでね、車移動になってますね。はい、そしてスタジオに着いたら、まずこう車から機材を下ろすわけですが、リハーサルにもね、ありがたいことにこうメンバーだけじゃなくてスタッフがついてきていただいていて、まあ、マネージャーと楽器さん、PA さんなどなどね、こういろいろ人が来てくれていて、セッティングしてくれてるわけですね。大変ありがたい。で、僕はこう撮影してるだけに見えますけど、この後ちゃんと手伝ってます。こう荷物を下ろすの、そこはねしっかり、手伝ってるんですけど、メンバーはというと大体、この30分後ぐらいに来ますね。他のメンバーは時間通りにはまあ来ないよね。いつもそんな感じですね。はい、そしてこれが、スタジオの中の様子でございます。これね、今楽器やってくれてるコウタくんがね、新たのドラムのこうチューニングをしてるわけですね。こう新たが叩く前にこうちゃんとチューニングしてくれてると、ありがたい。で、あやたけが今こっちちらっと見ましたけど、こういろんな音作りしてますね。この C ボードっていう、面白いキーボードでこういろいろ音作りをしてます。で、ケントもね、今こうちょっと歌いながらエフェクターの音量だったりこうエフェクトをねいろいろいじってるんですね。ちょっとリハの音も聞こえちゃいましたかね。はい、こんな感じでリハやってます。で、僕はこういういろんな機材に囲まれて、ベーシストとは何なのかという感じでございますね。ギターもシンセもシンセベースもベースもアップライトベースもやっております。はい、ドラムを叩く新た青年でございますね。最近このヘッドホンをしてやるっていうのがお気に入りなんですかね。これは割とこうリハ練習してみんなでご飯食べようっつって、まあ、Uber Eats なりなんなりのこう、配達を頼んでいるとこですね。この日はね、ココイチのカレーをみんなで食べました。みんなで何頼むかでキャッキャウフフしてますね。こう新たが携帯で頼んでますね。ココイチって割と辛いよね。この日3から頼んだんですけど、まあ、僕は辛いもの好きなんで、まあ、もうちょっといけるけどね、3からでも割と辛いっていう。というわけでリハが終わって、皆さんお疲れのとこですね。なんかウォンクのメンバーって大抵こう見ると携帯いじってるよね。僕もそうですけど、今なんかこういろいろ喋ってますね。やっぱリハ終わった後の顔疲れてるよね、みんな。で、これで荷物をこう積み終わって、次回の話、ライブの話などこういろいろ、まあ終わりの会、学校でいう終わりの会みたいなもんですね。ここはみんなで、次回のリハこうしましょうとか、ライブに向けてこうした方がいいんじゃないかとか、次はこういうことをしてみたいみたいなことをね、この帰りの会で言い合うわけですね。割となんか重要なことがここでね、ポッと
出たり決まったりすることもあったりして、ね、それを次回誰も覚えてなかったりすることもあったりなかったり、そんな感じですね。割とみんなこうリハ終わった後ゆっくりこうするよね。さっと帰る人あんまいないかもな。まあそんな感じですわ。はい、というわけでね、まあメンバーおのおの自分のこう帰り道で帰るんですけど、僕はあの機材がめちゃくちゃ多くて、マネージャーにねこう車で送ってもらってます。本当に電車とかねタクシーとかじゃ行けないような機材量をね普段持ってってるんで、リハに大変、申し訳ないけども最後までこうお付き合いいただいてますね、という感じの一日です。まあミュージシャンのリハある日ってこんなもんよね。もうこれでだいたい1日終わってるみたいな。今回のライブはね、あのギター弾いたりベース弾いたりシンセ弾いたりなんかいろいろしすぎてすごい頭疲れるんだよね、やってると。だからもうこの車に乗ってる時はぐったりですよ。はい、というわけでそんな8月22日に行われる、3DCG ライブの方ですね、皆さん絶対見に来てよなっていう感じ。チケットの購入はね動画の概要欄などに貼っておくので皆さんチェックよろしく。それではさいなら。